どうしてカレーでダイエットができるのか。汗をふきふき、ふうふう、はあはあ、はあはあと、無心に辛いカレーを食べる。こういう食事は太らないそうです。どうして？辛いのでたくさん食べられないから。辛さが胃を刺激するから。頭が空っぽになるから。残念ながら、これは全部、ハズレです。答えは、食事で取った余計なカロリーを、熱で排出してしまうからなのです。ただし、辛さと体温の上昇率は、個人差が多く、中には、いくら辛いカレーを食べても、平然としている人がいます。そういう人には、効果は期待できません。しかも辛いと食欲も増進してしまうし、辛さを和らげようとご飯ばっかり食べてしまって、反対に太ってしまうかもしれませんよね。部屋を温めるのに扇風機を使ってみよう。冬場、部屋を温めるのに扇風機を使うという意外な方法があります。冬に扇風機なんてとんでもないと思う人もいるかもしれません。しかし、案外、これが役に立つんです。というのも、ストーブなどの暖房器具を使っていると、部屋の中は暖かい部分と冷たい部分に分離してしまいます。温まった空気は軽くなるので上に上りますが、冷たい空気は重いので下に溜まるからです。これでは暖房効果は半減します。そこで扇風機を回して空気をかき回し、対流を起こしてやるわけです。もちろん、人に向けて扇風機を回しても寒いばかりで逆効果です。羽を天井に向け、上に溜まった暖かい空気を下に送るのです。冬場の暖房の効かせすぎには要注意です。寒い冬にはどうしてもストーブをガンガン焚いたり、エアコンの暖房を効かせて暖を取りたくなります。しかし、過剰な暖房はエネルギーの無駄遣いであるばかりでなく、健康にとっても良くないことをご存知でしょうか。かつて、人間にとって最適な気温を調べる実験が行われました。まず、男女4人ずつの学生を湿度 60% に保った人工気候室の中に腰掛けさせ、無風状態で室温を20度から2度刻みで変えてみたのです。1月と8月の2回に分けて実験しましたが、この時、裸の場合と衣服をつけた場合についても実験しました。もっとも、裸といっても男性はパンツ、女性はセパレートの水着を着用してです。着衣の際は、その上に半袖シャツと作業用の上着を着て、ズボンと靴下も履きました。この結果、体のエネルギー消費量が最低になったのは、裸の時は24度、衣類の時は22度でした。この温度から上げても下げてもエネルギー消費量は多くなることが分かったのです。このことから分かるように、厳冬の日にあまり暖房を効かせすぎるのは健康にとってあまりいいことではないわけです。
世界最長とされる曲の長さはなんと1000年もある。世の中で最も長い曲と言われているのがロングプレイヤーという作品。イギリス人のジャム・ファイナーの手によるもので、20分20秒の一つの曲をベースにコンピューターが膨大なバリエーションを生み出し演奏を続けるという。この曲の長さはなんと1000年、演奏は2000年1月1日に始まり1999年12月31日に終了する予定なんです。サザエさんの登場人物は実は高学歴ぞろいなんです。国民的長寿アニメサザエさんの主人公たちは意外にも高学歴ぞろいなんです。まずサザエさんの父磯野波平は京都大学卒、母磯野船は日本女子大学卒、夫のフグタマスオは早稲田大学卒、さらにいとこの波野則助は東京大学卒、マスオの同僚アナゴさんは京都大学卒、隣人の伊佐坂先生は早稲田大学卒なんです。では主人公の磯野サザエはというと、実は最終学歴がアワビ女子学園という架空の学校出身となっているんです。温暖化対策に二酸化炭素を規制するだけでは不十分。温暖化対策として排出量を規制する動きがある二酸化炭素ですが、温暖化の原因は二酸化炭素だけではありません。大気の中で熱を吸収する性質が強いのは水蒸気、二酸化炭素、対流圏オゾンなどです。しかし、それ以外にも、メタン、亜酸化窒素、フロンなども強い温室効果を持っているのです。これらのガスは、温室効果ガスと呼ばれ、現在数十種類あることが分かっております。そのうち、二酸化炭素は、対流期間、2年間で消滅いたしますが、メタンは5年から10年、亜酸化窒素は120年、フロンは50年から100年もあると予想されていて、二酸化炭素だけ規制しても問題は解決しないと言われているのです。ちなみに地球の温度を上げている主役は水蒸気。現在の地球の平均気温が15度くらいで安定しているのは、大気中に含まれる水蒸気の温室効果が温度上昇に換算して30数度分もあるため、水蒸気が存在しなければ今の地表環境は維持できないのです。二酸化炭素の温室効果はたかだか数度分に過ぎません。もちろんその数度が問題なのですが、同僚トーリャンセはなぜ帰りは怖いのか。わらべ歌トーリャンセの発祥地は神奈川県小田原市にある菅原神社、あるいは埼玉県川越市の三好の神社だと考えられております。
この歌詞には、行きはよいよい、帰りは怖いという部分があるが、これが何を意味するかは諸説ある。例えば子供は7歳になるまで神の子とされていたが、7つのお祝いを得て地域の一員となり、神の子ではなくなることが怖いという説。また、怨霊神となった菅原道真の様子を描いた絵巻を神社で目にしたことで怖くなったとの説も有名なんです。結婚式で流れるあの名曲、実は別れの歌なんです。結婚式のムードを盛り上げるのに欠かせないのが BGM。中でもアメリカの女性歌手、ホイットニー・ヒューストンがケビン・コスナーと共演した映画、ボディーガードの主題歌としてカバーした Always Love You は、結婚式の定番ソングとなっている。しかしこの曲、結婚式で使うにはふさわしくない。歌詞の内容を見れば一目瞭然だ。愛しているけれど、あなたの邪魔になるだろうから去っていくわと、女性が語る別れの歌となっているんです。選曲ミスと言わざるを得ません。風の谷のナウシカに登場するオウムの鳴き声の正体とは、宮崎駿監督の名を広く世に知らしめた劇場アニメ風の谷のナウシカ。物語で重要な意味を持つ存在がオウムである。この巨大生物の鳴き声の正体はミュージシャン布袋寅泰氏のギターなんです。音楽を担当した久石譲にギターで泣いてくれと頼まれ、悲しみに満ちた泣き声をギターで表現したといいます。ギターリストの布袋寅泰氏はロックバンドの元ボーイのギタリストです。ハリウッド映画のタランティーノ監督のキルビルにも曲を提供しております。パラリンピックの開会式でデコトラに乗ってギターを弾いていたあの方が布袋寅泰氏なんです。盆踊りの定番、東京音頭はかつて丸の内音頭だった。盆踊りの定番、東京音頭が全国で流行ったのは1933年、昭和8年のこと。レコードが120万枚も売れる大ヒットとなった。そもそも東京音頭は、その前年に作られた丸の内音頭を改作したもの。これは丸の内界隈を活性化させるために生まれたご当地ソングで、昭和恐慌などで景気が悪い時代、多くの人々を活気づけたいとの思いを込めて作られたという。東京音頭のヒットに対抗し、大阪では大阪音頭が作られるなど、その後各地にご当地音頭が次々に生まれている。
ダスキンは雑巾という社名になっていた可能性がある。ダスキンは1964年、昭和39年に日本初の家庭用化学雑巾を発売したが、これをきっかけに社名を株式会社雑巾に変えようとしたことがある。ところが、社員たちがこの社名に猛反対。そこで雑巾の英語、ダストクロス、ダステックスと雑巾、布巾を合わせてダスキンという社名が誕生したという。サイゼリアには厨房に存在するはずのあの調理器具がない。サイゼリアは手軽な値段でイタリアンが食べられる人気のファミリーレストラン。素早く低コストで美味しく提供するために、そのキッチンにはある秘密が隠されているという。実はサイゼリアで提供される料理は全て専門の工場で加工されており、ステーキもサラダもキッチンに届く時点で仕上げるだけの状態なんです。仕上げるだけならば当然調理人が腕を振るう必要はありません。そこでサイゼリアのキッチンにはあの包丁がないのです。カッターシャツはカッターシャツだった。カッターシャツはもともと大阪で創業したスポーツ用品大手ミズノが開発したシャツの商品名である。その名称の由来は物を切ったりするカッターではない。野球観戦が大好きだった創業者ミズノ利八がカッターカッターと喜ぶ観衆を見て、カッシャツという名称を思いついたのだという。その後関西でカッターシャツは次第にビジネスの場で着るシャツを示すようになり、ワイシャツと同じ意味で使われるようになったと言われております。ブックオフとハードオフは運営会社が違う？主に中古本を扱うブックオフとパソコンやオーディオの中古品を扱うハードオフ。ロゴも店舗もそっくりだが、運営しているのは別会社である。ブックオフの創業者は坂本隆氏。そしてハードオフの創業者はオーディオの新品販売をしていた山本義政氏。二人はオーディオに関する勉強会で出会い、もともと友達関係にあった。そして1991年、平成3年に坂本氏がブックオフを創業した後に再会。一緒にやろうということで、数年後に誕生したのが2社のコラボ店舗であるハードオフだ。その後お互いにフランチャイズとして事業を拡大していったが、ブックオフが独自に家電を取り扱うようになり加盟を解消。しかし現在でもハードオフ側は加盟を解消していないため、一事業として
古本を扱っているそうだ。魚の養殖と野菜を同時に育てることはできるのか。アクアポニックスは従来の養殖と水耕栽培を組み合わせたシステムのことで、巻貝、魚、エビなどの飼育と水耕栽培とで共生環境を形成することを特徴としています。アクアポニックスは、魚と野菜が共存して生きていくという教育的な面もあります。魚の糞を植物が、野菜が取って育ち、植物の方はと言いますと、魚の住んでいる水をきれいにしてくれます。こうやって循環することを学べるんです。カブトムシはどうしてクワガタのように冬眠しないで死んでしまうのか。カブトムシは大人になると夏の間だけ活動してすぐ死んでしまいます。しかし、あることをすると冬を越すことがあります。それは交配させないことです。卵を産ませないことなんです。カブトムシは夏の間交配して産卵をするとすぐ命がなくなってしまうという仕組みがあるんです。ちなみにクワガタの中でも冬を越せないものもいます。ノコギリクワガタやミヤマクワガタは冬を越すことはできません。青白い赤トンボがいる。青白い赤トンボなんてそんなやつはいないだろうと思うかもしれませんが、瀬戸内海岸や近畿地方にはいるんです。名前はナニワトンボ。トンボなのに日向を好まず、沼地や池のそばの木陰で生活をしています。日陰にいたから青白くなったわけではありませんが、成熟したオスは確かに少しくすんだ青白色をしています。赤くないのに赤トンボの仲間。つまり、アカネ族のグループに入れられているのは、体つきが似ていることや、オスメスが連結したまま産卵することから来ています。学術的には、後方の羽が広い、フキンシヤモクという種類に属しています。同じ種類には、ヤンマ、サナエトンボなどがいます。ナニワトンボの他にも、黒くなる、マダラナニワトンボなど、アカネ族でありながら、赤くならないトンボは、6種類もいるそうです。荷造りをするときのプチプチの正式名称知っている？壊れやすいものを包む際、クッション代わりに使うのがポリエチレン製の膜で空気を包んだプチプチ。このプチプチを潰すとストレス発散になると言われますが、それを疑似体験できる
おもちゃまで登場しています。ところで、誰もが漠然とプチプチと呼んでいるこの製品、正式には気泡緩衝材という。プチプチは名古屋にある上川産業という企業の商標登録です。製造するメーカーによって呼び名は異なり、他にもエアーバック、エアーキャップなどの呼び名があるといいます。アース製薬の研究所にはゴキブリ部屋がある。アース製薬は殺虫剤やゴキブリホイホイなどのヒット商品で知られる会社である。兵庫県赤穂市にある同社の研究所にはゴキブリ部屋と呼ばれる約6畳の部屋があり、ワモンゴキブリという大型のゴキブリなどがなんと約60万匹も飼育されているんです。日本に輸入されるスリランカ産紅茶葉の3分の1は午後の紅茶になる。スリランカはディンブラなどの産地を持つ世界有数の紅茶生産国なんです。現在日本に輸入されている紅茶葉のうち約6割がスリランカ産で、なんとその3分の1はキリンビバレッジが販売する午後の紅茶に使われているんです。マジックカットはなぜどこからでも切れるのか。醤油などの調味料の小袋から詰め替え用のシャンプーの袋まで、様々なところでどこからでも切れますの文字を見かけるようになった。実はこれ、旭化成パックスが商標登録をしているマジックカットと呼ばれる特殊技術なんです。どこからでも切れる秘密は袋の端にある無数の穴にあります。穴のサイズは 0.5 ミリ程度と極小で、これが1ミリ間隔でジグザグに開けられているんです。同社の専務が新幹線に乗った際、おつまみパックの口が切れず、結局おつまみなしで缶ビールを飲むことになったのがマジックカット誕生のきっかけだったといいます。放射能が高い地域、キルギス共和国にあるマイルスという約2万3000人が生活している町は、ウランの採掘で有名な場所です。旧ソビエト連邦時代にウランが採掘され、放射能があふれ出ています。立地的に土砂崩れや洪水が起こりやすいので、かなり危険な地域なんです。重力に逆らう場所。
アルメニアという国にある荒月山。標高4090メーターには重力に逆らう場所が存在します。一見すると普通の坂なのですが、地面に物を置くと重力に逆らい上に上に登っていきます。原因は未だわからず不明なのです。日本で最も危険な山とは、それは群馬県にある谷川岳です。1977メーターの山で、1931年から2019年までに800名以上の死者が出ている山です。ルートによっては初心者でも簡単に登ることができる山ですが、危険なルートを選んでしまうと難易度が跳ね上がり、軽装で挑んで命を落とす人が多く存在します。エベレスト以上に危険な山なんです。しつこいダイレクトメールの対応策とは、ダイレクトメールは開封せず赤文字で受け取り拒否と表に書き、署名捺印の上ポストに投函すると送り返すことができます。相手が料金を支払わなければならないので効果てきめんなんです。出損なった固定電話がどこからかかってきたのか調べる方法がある。136に電話をすると、何月何日午前何時何分に何々から着信がありましたと教えてくれます。ちなみに136は有料で1回につき30円かかります。公衆電話など使えない機種もありますのでご注意ください。乾燥する冬、なぜ衣服に静電気がたまりやすい？静電気は冬の乾燥した時にはよくたまるけれど、夏や梅雨時にはたまりません。どうしてでしょう？静電気は衣類が電気を通さない材質や状態の時にたまります。夏や梅雨時には湿度が高かったり汗を吸い込んだりしていて、繊維が水を含んでいます。繊維が水を含むと水を伝わって電気が流れます。それで夏や梅雨時には静電気がたまりにくいのです。その反対に乾燥した冬は繊維が水を含まないので静電気がたまりやすくなります。また水を吸いやすい木綿より水を吸いにくい合成繊維やウールの方が静電気はよくたまります。
ゴリラとチンパンジー、どちらが優しい性格なのか。昔、東京の多摩自然動物公園で実際にあった話です。ゴリラを見ていた子供が、塀から体を乗り出しすぎて、塀から落ちてしまいました。すると、それを見たゴリラが、自分も塀に降り、泣いている子供のそばに行ったのです。あ、襲われると、見ていた人たちは大騒ぎ。通報を受けて駆けつけた飼育係が、刺激をしないようにと、恐る恐る近づいていくと、ゴリラは幼児を抱きかかえて、ぎろりと彼を睨みつけました。みんな、その時、ああ、もうダメだと思ったそうです。さて、この後、ゴリラはどうしたと思いますか？なんと、抱いていた子供をそーっと飼育係に差し出したのです。そのゴリラは子供を助けに行ったのでした。ゴリラというと体が大きくて怖そうな顔つきをしているためか、どう猛な動物だと思っている人が少なくないようです。ところがそれは全くの誤解で、本当は暴力など好まない優しくて頭のいい動物だということがこの話でよくわかります。あれがチンパンジーだったらどうなっていたかわからないと類人猿に詳しい人たちは言います。ゴリラは草食性ですが、チンパンジーは雑食性で、ゴリラに比べるとはるかに獰猛で攻撃的な性質をしているからです。捜査一課って聞くけど、何課まであるの？そして、どういう犯人を扱っているの？捜査一課、強行犯、殺人、強盗、暴行、強姦、放火などの凶悪犯罪。捜査二課、知能犯、贈収罪、選挙違反、通貨偽装、詐欺、横領、背任、脱税など、金銭経済、企業犯罪。捜査三課、盗みの犯罪、空き巣、ひったくり、忍び込み、窃盗など。捜査四課、暴力犯、暴力団による犯罪、組織犯罪対策部。現在、4課がある地域は限られています。首の後ろをトントン叩くと、鼻血はさらにひどくなる。鼻血の止め方としてよく行われるのが、首の後ろをトントンと叩く方法だが、これは完全に間違ったやり方である。そもそも鼻血の原因のほとんどは鼻の粘膜が傷つくことにある。鼻の粘膜はとても薄く、ほんの少しの刺激でもすぐに傷ついてしまう。そのため、首の後ろを叩く行為は粘膜に
衝撃を与え、さらなる出血を招くことになりかねない。正しい止血法は、鼻の穴に脱脂綿などを詰め、しばしじーっとすること。また、鼻の動脈は額の方から血流が来るため、眉間を冷やすことで血液が冷却され、出血が止まりやすくなります。卵酒には風邪薬と同じ成分が入っている。昔は風邪をひくと卵酒を飲まされたりしたのですが、今では作り方を知る人も少なくなったでしょう。卵の栄養価に期待するよりも薬を飲んでしまった方が早いということなのでしょうか。でもこれが立派に風邪に効くという科学的根拠があるのです。卵白にはリゾチウムという殺菌酵素が含まれています。本来は殻から侵入してきた細菌から卵黄を守る働きをしているのですが、この酵素が風邪の菌に対して効くのです。またリゾチウムには炎症を抑える働きがあり、気管支炎や喉に作用して、咳や喉の腫れを鎮めたり、熱を抑えたりする働きもします。塩化リゾチウム配合の風邪薬もありますが、それと似た成分が卵酒にも入っているのです。では、ここで卵酒の作り方をご紹介いたしましょう。酒を沸騰するまで温め、砂糖を少々と卵を割り入れてかき混ぜれば出来上がり。実に簡単です。試してみてはいかがですか。ついでに元禄時代の卵酒の作り方も紹介しておきましょう。水5杯、麹1杯、砂糖半杯を水にかけて泡が出るまで煮立たせたら、そこに新鮮な卵を割り入れてよくかき回し、熱いうちに飲むのだそうです。しかし当時は風邪薬ではなく、脾臓と胃腸に効く滋養強壮剤と考えられていました。じゃんけんはもともとヘビ、ナメクジ、カエルの3つだった。じゃんけんはもともと中国で起こったものですが、グー、チョキ、パーの形にしたのは日本人です。中国にはヘビはナメクジを怖がり、ナメクジはカエルを怖がり、カエルは蛇を怖がるという言い伝えがありますが、これが日本に伝わり、江戸時代に町民が勢力を増してくると、三すくみの思想として定着し、じゃんけんの形で表現されたのです。なぜこの思想が町民に受け入れられたのでしょうか。おそらく三すくみというのは、絶対的に強いものがおらず、それぞれに強い部分と弱い部分を持っていると認め合うことが前提になっていたからでしょう。また、グー、チョキ、パーのどれを選ぶかは自分の責任であり、勝つも負けるも自分の才能と運次第というところも、町人階級の気分にぴったりあったと思われます。また、長判勝負では一気に勝負がついてしまいますが、
じゃんけんには愛子があり、場合によってはいつまでも勝負がつかないこともあります。これは白黒をつけたがる職人などの気質に反しているようにも思えますが、白黒をつけたがったのはあくまで職人階級の人たちぐらいで、商人たちは愛子を続けながら気長に商売の先を読むのには慣れっこだったのでしょう。鳥の鳴き声は地方によって異なります。鳥の鳴き音を人間の言葉に当てはめて聞くことを聞きなしと言います。日本人にはちょっと来い、ちょっと来いと聞こえる古樹形の声も、アメリカ人にはワン、ツー、スリーと聞こえるとか、聞きなしには地方によって昔から伝えられてきたユニークなものがたくさんあります。ここでいくつかご紹介いたしましょう。フクロウ、ゴロウスケ方向、ボロキテ方向、メジロ、長兵衛、久兵衛、長久兵衛、ツバメ、土食って虫食って渋い、三光虫、月日星、ほいほいほい、仙台虫食い、焼酎一杯ぐいー、ホトトギス、てっぺんかけたか特許許可局、ほうじろ、一筆形状つかまつり候、源平つじ白つじ、札幌ラーメン、味噌ラーメン。このように地方によっては鳥の鳴き声も全く違うんです。ゴキブリの繁殖力はどのくらいすごいのか。ゴキブリは湿度など関係なく、どこであろうとうじょうじょ増えます。最もよく見かける茶羽ゴキブリの場合、羽化してわずか数日後に交尾をし、10日後に産卵します。恐るべき早業です。しかも一度に20個もの卵を産み落とすので、1対が2万匹に増えるのに1年とかからないのです。1匹見たら30匹いると思えば確信をついた教訓なのです。ゴキブリはまた何でもよく食べます。特に玉ねぎ、じゃがいも、バナナがお好みですが、人の赤や本の背の海苔だって食べてしまいます。好みはあってないようなのかもしれません。そして意外と知られていないことですが、ゴキブリは水をよく飲むのです。茶羽ゴキブリなら1週間以上何も食べなくても水さえあれば生きていけます。風呂場でゴキブリに出くわすと、なんでこんなところにと思いますが、ゴキブリにとってはちゃんと理由のあることだったんです。冷蔵庫の脱臭剤のベストポジションはどこなのか。
冷蔵庫の奥の壁を見てください。冷気の吹き出し口がついているはずです。冷蔵庫の空気はここから出て食品を冷やしながら庫内をぐるりと循環し、ここへ戻って再び冷やされてからまたまた庫内の循環に出かけます。もちろん匂いも冷気に乗って冷蔵庫内を巡ります。ということは、脱臭剤は吹き出し口の前に置くのが一番いいのです。匂いをお土産にいただきながら循環してきた空気が脱臭剤の中を通って無臭になり、きれいな冷気で再出発できるという仕組みなんです。人手は切れば切るほど増えてゆく。星型に伸びた腕が噛みつきやすそうに見えるのか、人手はよく魚に襲われます。その時、あまり逃げ足の速くない人手はトカゲの尻尾切り的な手段に出ます。身を守るために自分で腕を切ってしまうのです。すごいのはその後です。本体からまた新しい腕が生えてくるのはもちろんのこと、ちぎれた腕の方も魚が食べ残したりするとぐんぐん成長し、また別の人手になってしまいます。腕の一本一本にエラや腸、生殖器官といった生きていくのに必要な機能が備わっているので、トカゲの尻尾のように単なる切れ端で終わることはないのです。また淡水に住むプラナリアという動物は人手のさらに上を行きます。体長わずか1センチほど、小型のヒルのような体型のこの動物はどんなに細かくちぎられても再生可能です。120に切り刻んだら120匹のプラナリアができたという記録もあるから驚きなんです。鶏は順番を守ってコケコッコーと鳴いていた。夜明けを告げるオスの鶏が鳴き声を発する順番は集団内の序列で決まっています。そもそも鶏は非常に社会的で階層化された動物なんです。オス同士は戦って強い順に序列を決め、最上位のオスは優先的に餌を食べたり交尾をしたりできるんです。鶏が朝に鳴くタイミングは生理学的には体内時計によって制御されていますが、最上位のオスはそのタイミングを決める優先権も持っています。実際前日より時間が早くなったり遅くなったりした場合でも鳴き声を発する順番は厳格に守られているそうです。青信号は進めではない。青信号は進め、赤信号は止まれ。子供の頃から日本人はそう教わります。しかし青信号は進めではありません。正確には青信号は進むことができる、つまり青になったら周囲の状況を見て進めといった意味なのである。
愛知県に伝わる謎の風習、便所開きとは、家などを新築したとき、トイレでお茶を飲むという珍しい風習が愛知県稲沢市の南部を中心に今も伝わっています。これは便所開きと呼ばれ、近所の人や知人を招き、真新しい家のトイレで一人ずつ順番に抹茶とお菓子を振る舞う風習である。新築した家の内覧会を兼ねて行うようだが、便所の神様に感謝する、健康維持を願うなど、その理由は諸説あります。抹茶が振るわれている最中に催してしまっても、そこで済ませるのは NG。その際は近所の家のトイレを借りて済ませてもらうと言います。フィリピンには離婚制度がない。世界には離婚制度がない国があります。バチカン市国を除けば、ただ一カ国、フィリピンなんです。フィリピンでは日本のように夫婦が互いの合意の上で離婚届を提出しても、それが成立することはありません。離婚のためには裁判所に婚姻無効の申し立てをし、これを認める裁判所の判決が必要となるんです。なぜこのように面倒な手続きが必要なのかというと、フィリピンでは8割以上の人がカトリック教徒であることが大きく影響しています。教会や保守派などが宗教と結婚等を強く結びつける考え方から、離婚制度の導入に反対してきたのである。母の日にはなぜカーネーションを贈るのか。アメリカで5月の第2日曜日が母の日と定められたのは1914年のことです。もともとは1908年の5月、ウェストバージニア州の教会で日曜学校の女性教師アナ・ビージャスが母親の命日に感謝を表す礼拝を行ったことが起源である。この礼拝の際に亡き母が大好きだったカーネーションを捧げたことから、母の日にこれを贈るようになったと言われる。また母を亡くした日は白いカーネーションを、母が健在な人は赤いカーネーションを胸に飾って花束を贈るのが本来の習わしだが、最近では赤いカーネーションが一般的となっている。キャンプでご飯を炊くのに使う飯盒はなぜあのような形をしているのでしょうか。キャンプ用品を作っている大阪の森田製作所に聞きました。アルミ製の飯盒はヨーロッパの軍隊で使われていたのが日本に入り、ご飯を炊けるよう日本風にアレンジし、1897年明治30年に大阪砲兵工廠で量産が始まりました。そら豆のようなあの形になったのは、くぼみの部分が背のリュックサックにぴったり合うのと、くぼみ同士を向かい合わせにして
火にかけると間を火が抜け熱の回りが早くなる効果があるためだそうです。日本では年間15万から16万個が売られています。